皆さんこんこにちは今回は社会学者の古市憲利俊氏がフジテレビの人気番組「ワイドナショー」で発言したオリンピックに関する興味深いコメントについて詳しく見ていきたいと思います。古市氏は8月18日に放送された「ワイドナショー」に出演しパリオリンピックの話題で注目を集めました。MC の東野浩二さんから「スポーツあまり興味ないんですよね」と紹介されると。 古市氏はすかさずパスで大丈夫ですと返答しましたさらに今田浩二さんから東京五輪も見ていなかったですよねと問われると古市氏ははい見ていないですと正直に答えましたこれに対して東野さんが五輪期間中の2週間は辛くなかったですか無理して見ようかなとかならなかったんですかと質問すると古市氏は興味深い返答をしました 見てていないいい。ななと自慢していない最近見たのを自慢している人がいるじゃないですかあれがちょっと嫌ただ単純に関心がないだけなのでと古市氏は淡々と語りましたこの発言はオリンピックを見ていないことを誇示する人々に対する批判と解釈されました古市氏のこの発言はソーシャルメディア上で大きな反響を呼びました X では古市さんの正直な態度が好き スポーツに興味がない人の気持ちがよく分かるといった支持的なコメントが見られる一方で「国民的イベントに無関心すぎる社会学者としての視点が欠けている」といった批判的な意見も多く寄せられましたまた Yahoo! ニュースのコメント欄では「スポーツ以外の分野で活躍している人の意見として興味深い」といった肯定的な反応がある一方で「公共の電波で無関心をアピールするのはどうか」 もう少し興味をを持つ努力しししてももいいいのではといったた意見も見られましたしかし古市氏の発言には続きがありましたオリンピック自体はやってもいいとも述べており完全に否定的な立場ではないことが分かりますこれはオリンピックという大規模イベントの意義を認めつつも個人的には関心がないというバランスのとれた見解とも解釈できますこの発言のあと一部のメディアで古市氏の発言が「 東京大学准教授の斉藤光平氏を念頭に置いたものだという報道がありましたしかし古市氏はこれを強く否定しています自身の X でさすがに嘘はダメですよとコメントしネットニュースという媒体の性質上切り抜きは仕方ないですがどうしたら名前を出さなかったものの明らかに斉藤氏を指して揶揄って解釈になるんでしょうかと疑問を呈しました 古市氏は続けて斎藤浩平さんの著作は読んでいますがメディアで何を言ったかなんていちいち把握してないしと述べ特定の個人を批判する意図はなかったことを強調しましたここで注目すべきは古市氏が単にオリンピックに無関心なだけでなくオリンピックを見ていないことを自慢する人々に対して批判的な立場を取っていることですこれはスポーツイベントに対する態度というよりも社会現象としての 見ていないことの自慢に対する批判と捉えることができます社会学者としての古市氏の視点はスポーツイベントそのものよりもそれを取り巻く人々の態度や社会の反応に向けられているようですこの点は多くの視聴者やネットユーザーにとって新鮮な視点として受け止められました一方で古市氏のスポーツへの無関心さは以前から知られていました過去のインタビューでもスポーツにあまり興味がないことを語っています しかし今回の発言では単なる無関心を超えてオリンピックを見ていないことを自慢する風潮に対する批判的な視点を示しましたこれは社会学者としての古市氏の観察眼を示すものとも言えるでしょうここで古市氏のスポーツに対する態度についてもう少し掘り下げてみましょう古市氏は8月3日に放送されたテレビ朝日系中居正広の土曜日な会に 社会学者の古市則俊氏がコメンテーターとして出演しましたこの番組で古市氏は東京オリンピックに続きパリオリンピックでも金メダルを獲得した堀米優斗選手とのプライベートでの会話を明かしスタジオを騒然とさせました古市氏によると堀米選手は「僕実はスケボーあんまり好きじゃないんです」と衝撃的な告白をしたそうですオリンピックで金メダルを獲得した選手の口から「 こんな言葉が出るとは誰も予想していなかったでしょうししかし堀米選手はさらに続けてでもスケボーのおかげで今の自分があるからスケボーには感謝していますと語ったそうですこの言葉に古市氏は深く感銘を受けたと語っています古市氏はこの堀米選手の言葉をプロフェッショナルとしての姿勢がよく表れていると評価しました好きか嫌いかという個人的な感情よりも 自分を今のチームで導いてくれたスケートボードへの感謝の気持ちを持っている点を高く評価したのです古市氏はパリ五輪前半のグッときた場面について聞かれグッとは来ないすごいなと思うとしつつ堀のの優勝のシーンと回答していますこの点についてネット上では意外な一面スポーツ選手との交流があるなんて驚きといった反応が見られました一方で それでもオリンピックに興味がないのかもっとスポーツの魅力を理解してほしいといった意見も多く寄せられています古市氏のこうした態度はスポーツそのものよりもスポーツを通じた人間模様や社会現象に興味があることを示唆しているのかもしれません社会学者としての視点がここにも現れていると言えるでしょうまた社会学者としての立場からスポーツイベントが社会に与える影響や 人々の行動パターンの変化などを観察、分析する機会を逃しているのではないか、という意見も見られます。一方で、古市氏の態度を支持する声もあります。スポーツに興味がない人の代弁者として貴重、多様な価値観を認める社会の象徴といった意見が、ソーシャルメディア上で見られました。最後に、古市氏の発言は、 オリンピックという大規模イベントの在り方についても議論を呼び起こしましたオリンピックが本当に国民的イベントなのかどの程度の関心や参加が期待されるべきなのかといった問いが投げかけられています古市憲利氏のオリンピックに対する態度は単なるスポーツへの無関心を超えて現代社会における価値観の多様性メディアの役割大規模イベントの意義など多くの論点を提供していますこの議論は 今後のスポーツイベントの在り方や社会の多様性の受け入れ方にも影響を与える可能性があります。皆さんは古市氏の発言をどのように受け止めましたか以上古市憲利氏のオリンピックに関する発言とそれをめぐる議論について詳しくお伝えしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かったと思っていただけましたら高評価・チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、 皆さんの意見をコメントで教えてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょう